はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。で、ガチャの方なんですけども、まあ、まずね、この響きの心ちゃんデビューガチャを引くのと、あとねチケットとか、あとガンダーのおやつとかもいっぱいあるんで、そっちの方もね引いていきたいと思います。まあ、SR チケットが3枚あって、補助券が20枚あって、 PSR ガチャ補助券もねいつの間にか12枚になってるんで、これも2回引いていきましょう。でミキサーの方も、まあ、あの骨がねすんげーいっぱい溜まってるんで、骨はねだいたいね回収できるものは回収しました。でここら辺ね、あの使って、ミキサーガチャやっていきたいと思います。でミキサーガチャは今あの厳選キャラになってますので、まあ、この機にね、どんどんミキサーかけられるキャラはかけていきたいと思います。ということで、まずはココロちゃんデビューガチャですね。まあ、内容の方を見ていきますか。まず響きのココロちゃん、デビューになってます。で一応金徳の方か投手強心臓かクロスキャノン、野手でアーティストか祝福ということで選べるようになってます。と他にはサイリさんとコンノちゃんと、相良さんが、バナーキャラになってまして、初回と20連目が SR1 枚確定で、30連目になるとバナー確定ですね。あと俺はね相良さん持ってないんで、まあ、もしここでね手に入れれば結構いいかなと思います。とあとバナーキャラがね、全員彼女キャラになってますので、まあ、もしね、始めたばっかりの初心者さんで、まあ、全然彼女キャラとかね持ってないっていうのでしたら、まあ、ここで引いておいてもいいんじゃないでしょうか。まあ、あとね俺一応ねこの石をね特に何も引くものがなければバレンタイン用にね取っておこうかなとも思ってたんですけれども、まあ、ここでね響きの心ちゃんデビューガチャが来ましたので、とりあえず3回は引いていきたいと思います。じゃあ例によってまずタンガチャからいきますか。タンガチャはバナー R 以上ですね。いきましょう。まあ、タンガチャの奇跡がね正直一番嬉しいですよね。タンガチャの奇跡はもうなくなったな。今度ちゃんと普通の R か。では10連いきます。ここは SR1 枚確定と。だから今回確率アップはないのか、全部確定になってるから、まあ、基本はだから1枚かな。サイリさん、サイリさんね何気に結構解放できてるんですよね。あれまた出てきたR と PR。 まあいざとなればね心ちゃんとかは借りればいいんで。じゃあ20連目でいきましょう。やっぱね割とね解放できるっていうのもね。あ、イニジュアが出た。キラーンが来てくれればないね普通の SR か。いやまだ普通の SR とは限らない。猫、さて下もあるね。おお、さがらちゃん初ですね、初俺持ってるかなって思ったら実は持ってなかったんだよね。 なぜか知んないけどね、俺さがらちゃん持ってるとね思い込んでた。じゃあ30連目に行きましょう。いやー1000あったのがやっぱり結構減るね、3回行くと。さてここよ。うん、反転しない。サイリさん、サイリさんプラゴとかになるんじゃないか。サイリさんはねやっぱりね独身術がねいいですよね。俺あのパワチャレ用にとりあえず9人分独身術を持ってるやつをね揃えたいんですよ。で一応ね強化春霊があった時にある程度作ったんですけど、俺強化春霊期間がねあんまりできなくてね、多分ね動画も1個くらいしか上がってないと思うんですけど、やっぱね強化春霊めちゃ強いんで、まあね選手を揃えるの絶好の機会だったんですけど、ちょっとね時間の都合上あんまり作ることができなかったです。でバナーキャラはサイリさんでしたと。ココロちゃんはなので持ってる人がいたらお借りします、貸してください。ウィークリーガチャもやりますか。ちなみにねこのウィークリーガチャもねこれあの SR 出たことないんですよ、今まで1回もないですね。ずっと PR。トータルしてこれで何周目になったんだろう、始まってから。いらねえミキサーしよう。あとじゃあチケットに行きます。
SR ガチャチケット、これも3個一気に。おお、そうだ、そんなあったね。じゃあちょっとすいません、一回ボックスを整理します。はい、じゃあちょっと、ボックスを整理してきましたので、チケットの方を使っていきましょう。まずは SR ガチャチケットですね、3枚ありますと。まあ、今ね9000点チャレンジがあるんで、まあ、9000点ね突破すると SR ガチャチケットが、もらえますので、まあ、これで割と手に入れたかな。じゃあ3枚一気に使っちゃいましょう。まあ、ここで何が出るか。まあ、浄水キャラだからね、言っても。牙結構いるんだね。また猫が来たか。バット丸島とか使うか。これミキサーかけてもいい気がするんだよね。そうで、俺思ったのが、一応あの一通りのキャラはね、あの取ってあるんですよ。ただ絶対使わないキャラっているじゃないですか。もう右京とか左京とか、もうここら辺ってさ、取っておく必要ないんじゃないかって思うんだよね。この木にさ、ミキサーかけてさ、言うてもさ、右京左京よりいいのは出るでしょう。ちょっとごめんなさいね。今そのガンダーのおやつ編が来てるんで、ミキサーかけるとね、その厳選キャラみたいな感じの40体しか出てこないんですよ。だもうこの木にさ、いらないさ SR とかさ、なんか処分しちゃってもいいと思うんだよね。まあ、言うてもこのメンツだったら、まあ確かにね、使わないキャラとかはいるけど、いるけど右京左京よりマシだろっていう。蛇島とかよりね。で、蛇島とかもう強化されないっしょ。どうする、激闘蛇島みたいなの来てさ、なんかめちゃくちゃ強かったら。まあいいや。とりあえずじゃあ、SR ガチャ補助券、20枚あるんで、4連そのままいきましょう。キバとか何枚目だ、ちょっと忘れちゃったけど、キバもね、ただ PSR がね出てきた時のためと、あとキバだったらね、まだ、また猫かよ今回猫いっぱいいるな。うん、ここら辺のさ、金原とか、金原はね、ただダンジョンでね、バウンサーでめっちゃ強いんで、ダンジョン要員で使ってますね。蝶野とかどうする。蝶野はね、まあ、一応持っておきたいかな、1枚は。まあ、だから PR とかで解放していければいいと思うんだよね。三本松も別に PSR 持ってるからね、まあ、いいかなっていう気はしますね。じゃあ PSR ガチャ補助券ですね。これはもう2つ一気にいっちゃいましょう。やっぱね、PSR は重要なんだよね。本当に貴重なんで、もうガチャからはね、なかなか出ないんで。まあ、ただこの2枚がね、仮にしょぼかったとしてもミキサーできるんで、スロー君どうなんだろうな。使ったことないんだよね。お前かさようなら。ちょっと PSR補助券は、まあ、微妙な感じでしたね。じゃあミキサー祭りをやりますか。まずはレアミキサーからいきます。もうこれどん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 突っ込んでいくんで、バットマルシマとかいらんわ。あとはキャラから突っ込んでいくか。あんまり別に全部使っちゃうからね、いいっちゃいいんだけど、キャラから消費していこう。でもこれはポンポンいきましょう。お、東雲くんやったね。東雲くんは肝心の SR を持ってないからな。東雲くんミキサーにしないように気をつけないとね。武田いらないでしょ、グもいらないでしょ、白菜もいらないでしょ、サメのおっさんもいらないでしょ。おお、ビクター、ビクター。まあね、厳選40だからね。あとはもう骨でいきます。骨だらけだ。おお、東条、東条もね、今あのアプリの方ではメガネ東条が出てるんで、まあ、いずれちょっとサクスペの方に来た時のために東条は取っておきましょう。東条って、まあ、最初の方はめちゃ使ってて、で最近使ってなくて、でアプリの方で今の SC が来て、あの東条ね、あの俺メガネ東条はプラ3になってないんで、あの普通の東条を使ってるんですけど、やっぱね東条強いよ。あの強化されたんですよ、あのアプリの方では。ですげえ使いやすくなってる。まあ、ちょっとイベント数がね多いっていうのは
やっぱりちょっと気にはなりますけれども、東条はね俺強いと思う。やっぱねパワーヒッターとね広角打法がねめちゃくちゃ安定する。まあ、この2つしか持ってないんで、もうほんとパワーヒ広角取りたい時はもう東条すげえおすすめですね。久々にね結構使って、やっぱり東条強いなと思いました。あと立川ね来ましたね。まあサクスペの方は常設キャラじゃないんで、立川まだ解放はできないかな。でもこのミキサーは中断していいのか。じゃあプレミアムレアミキサーに行きましょう。バッと丸島さよなら。あとはそう、木崎とかねプライオンにしたんですけど、なんかもういいかなと思って混ぜますでタケノコもいらん。さっきの桜の宮ムシカとかねマジ PSR いらんわ。で PSR はね1回絶対ミキサーかけられるだけの数はあるんで、もうこれはミキサーかけます。うん、神宮寺くん、あれ神宮寺くんって俺今いくつだったっけな。まあ能見軍団でね一応使うときはあるんで、まあ、ただ能見軍団そんなにね頻繁には使わないですね。縦西いらない。友沢くんももうあのマトモザーはプラゴになってるんで普通の友沢突っ込んじゃいましょう。でチャライもいらないでしょ。白菜もいらない。あと骨か。よし、これでいきましょう。諸井くん、諸井くんもね強化太平楽が来た時に必須キャラになるんでレベルを上げておきたいですね。あれ、ただ諸井くんっていくつだったっけ。浦賀はね確かプラゴになったんですよね。太平楽はね俺まだ確か9000出してないと思うんで、強化太平楽が来たらちょっと9000も狙っていきたいですね。で虹谷くんと、よしよしよし、虹谷も普通に強いからね。ここで混ぜないようにしないとね。さすがに5個選ばなきゃいけないから間違えることはねないと思うんですけど、まあ、ちょっとねツイッターで拝見させていただいたところね、間違ってねなんか朝の寝起きだかで間違って混ぜちゃったっていうか、その強化に使っちゃったって言ってる方がいましたけど、ちょっと悲しいですよねそれも。日野もな最近使ってないな。出た時はね割と使ってたんだけど、やっぱね電光石火っていうのがちょっと重いよね。イベント自体はねいいんですけど、コツもね日野はね優秀だと思います。広角打法とか何気に持ってるんで。猫、うん、そうだね、猫もな電光石火高速ベースランの時に使うくらいだけど、サイガはもうプラゴだから、まあ、いらないっちゃいらないんだけど、まあ、とりあえず PR はこんなもんか。では SR の方に行きましょう。SR はね、まあ、ロックがかかってるっちゃロックがかかってるんで、バッと回る島どうする。なんか俺いらない気がするんだよね本当に。でシモンも、まあ、シルバル要員なんでとりあえず1枚持ってればいいでしょう。 PR で解放していきます。あとはサンタ水木はちょっと野球マン2号用の解放で取っておきたいのと、カオルちゃんはね、まあ、なんとなく取っておくのと、アンドロメダ嵐丸もいっぱいあるんだけど、まあ、なんとなく取っておくのと、蝶野も1枚あればいいよね。これあとでロック外してやろう。でミオちゃんはまたねアプリの方で、猫かぶりミオちゃんみたいなのが来てるんでそれ用に置いとくでしょ。でサトリちゃんも、まあ、別バージョンのために置いとくでしょ。でムシカとかまだあるんだよね実はSR でこいついらんわ。縦西も突っ込んで、他キバだからもう4枚あるんだよねここに。で小高ちゃんもね、まあ、一応バレエ小高ちゃん用に取っておきます。まあ、バズーカをね覚えられるんで何気にね欲しいんですよね。青葉もいらない。で右京先をこっちもいらない。でこれで一回じゃあミキサーしましょう。来い。おお、スミカちゃん、スミカちゃんプラゴだった気がするんだよなまあでも一応 PSR が出た時のために取っておきましょう。あ、プラゴだよねスミカちゃんやっぱり。であと突っ込めるのはちょっと待ってね、下の方に行って、あ、つくもが突っ込めるね。でここら辺もやっぱり野球マン用に取っておいて、葵ちゃんも野球マンでしょ。
で、碇守君はどうしようか。若月守がプラゴだからね。ブロンコとかね、プラゴとかだけども、いらんわ、マジでこいつ。一回も使ったことないし。ちょっともうこの際だから、うん、外そう。ちょっとロック外して、ミキサーかけるやつはかけます。なんで、またちょっと一回、ボックスの方に行きます。じゃあもうね、この際にね、もういろいろミキサーかけちゃいましょう。まあ、ボックスもね、結構圧迫してきたんで、まずバット持ちもいらない。早速手に入れたけど、使わないと思うんで、あとはね、三本松もいらない。こうプラコがあるんで。で、もう二宮もね、いらない。使わない。タケノコもいらない。あと、木崎もいらないと。よし、これでかけよう。まあ、言うてもね、言うても厳選キャラだからね。キバお前なんだよキバどうする。じゃあキバの PSR なんてさ、そうそう来ないよね。キバとかこれ5枚あるんじゃないか。キバだけでちょっとキバを見よう。キバどこ行った。あ、4枚、あ、あるわ。これロックかかってるからね。1、2、3、4、5、もう1枚あればもうプラゴがまた作れるわ。まあ、じゃあプラゴが作れるってことは PSR が出た時に突っ込めるってことだからね。取っとこう。じゃあまた上から行きます。宝塚もいらない。で、水木ちゃんは取っとくでしょ。もう玉三郎も限定キャラだけどいらない。もう使ったことないし今後も一切使わないと思うんで。で、蝶野はまあ一応 SR1 枚あるからこれぶっ込むでしょ。森川とかいらない。桜の宮もいらない。よし、これで行こう。おお、いいね、いいね、いいね。ぶっこんだ甲斐があったよ。虹谷くん、俺まだ一個も解放してないからね。まあね、初期評価がね、上がるだけでもやっぱだいぶ違うんで。あとはね、無しかいらないでしょ。もうね、マキシマンもいらない。坂本くんもいらない。小坂くんもいらない。タデニシもいらない。はい、ミキサー。もうこういう時にミキサーかけないとね。よーし、のみさん、いいね、いいね。もうミキサーの生贄になってくれた甲斐があるよ、みんな。さてさて、次は清本いらない。で、聖堂キャラに行くんだけど、マスコ先輩いらないでしょ。で、イサシキをね、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、一応高速レーザー要員として取っておくか。で、まあ、凌介さんもね、魔術師浦賀がプラゴだから、結構ね、やっぱり魔術師ってライバルも多くて出番が少ないんだけど、まあまあ取っておきましょう。ただのもいらない。あとはね、倉持いらない。で、みゆきかずやもいらないと。よし、これでいきましょう。さらば聖堂キャラ、虹が出た。ミキサーからさ、なんか上位のものってくんの。キラーンがないから違うんだけど、日野、よしよしよし、限定キャラ。さあ次、もう2個くらいやりたいよね。あの、骨使わないで、骨使わないで、もう2個だから10枚か結構いっぱいあんな。金原も、まあ、ここにプラヨンがあるんでいいでしょう。別にプラゴにして使うっていうキャラじゃないんで。で、矢部田さんもいらない。で、厚森もね、使わないんだけど、一応折り辺のね、なんだっけ、胸厚シュートがあるんで、まあ、それ用意に。で、鶴谷もいらない。あとはね、アンヌもね、ちょっと悩んだんだけどいらない。で、カラスマもいらない。よし、これでミキサー。うわ、初のか。初のもいらないんだよな正直多分この中でいくと初のが一番いらないんじゃないかっていう。初のもね、限定キャラって全然ね、復刻とかしない。まあ復刻しなくていいんだけどさ復刻しないで貴重なキャラではあるけど、まあ、正直いらんでしょう。早急しかないからね。テーブルどうなの。タック60があって、技術ボーナスタック80。まあ表か、いわゆる。いらないな。ちょっと後でミキサーかけちゃおう。余ったらミキサーかけるか。で、鈴本くんもね、いらない。有村もいらない。ブーもいらない。浜崎いらない。あと1枚。もう、ここら辺結構、やっぱ初期キャラがね、結構弱いんで、ここら辺結構ミキサーかけられんな。よし、行こう。もう2個くらいいけんじゃないか。みおちゃん。みおちゃんは猫かぶりが、まあ、いつ来るか知んないけど、その時のために取っておきましょう。
猫かぶりミオちゃんはね、あの固有がついてるんで、もう俺使ったことないんですよね。アプリはね基本あんまり課金してないんで、チャラいらない、タルモトいらない、まあハルさんもいらないっしょ、持ちいらない、ゼニガタもいらない。よし行こう。生贄じゃ、生贄じゃ、キバー、お前マジ何なんだよいやこれ SR だけでまたプラゴが作れるぞ。キバとかねマジで別バージョン出てほしいよね。よく言われるのはやっぱね、クロスキャノンの金徳のキバがね出てほしいって言われてるんですけど、キバいっぱいいるな。まあその時のためにキバはまあ取っておきましょう。何なんだ一体、まあいいけど、ゴミじゃないからね。グッサンもね悩んだ、グッサンはねマジで悩んだ。もう使わないは使わないんだけどね、ただグッサンはやっぱりね俺の中ではねパワプロのね顔的存在だと思うんで、グッサンとかね別バージョンとか来てほしいけどね。よーし雷 OK。 あとは下の方にまた何人かいたよね。葵ちゃんとかさすがに使えないからな。あれまだまだまだいけんね。でこいつもいらない。でサメのスタンもいらないでしょ。佐久間くんもね最近あんま使ってないけど、まあ、ブレインマッスルで時々やる気テーブルとして入れることがあるんで。でつくももいらない。つくもはねマジでねパワプロアプリの方を始めた時にね最初に出たね SR キャラなんですよね。サイガか、サイガもな。ただなんかその覚醒システムがね出た時のために取っておきましょう。そうするとサイガの PSR がね欲しいんだよね。多分ねサイガ PSR で覚醒させると相当強くなると思うんで。あと普通のここのつくもと久方もね、まあ、経験点は高いんですけど、まあ、いらないっしょ。小田切君もいらない。あとはどうしようか。てか矢部君、まあ、サクスペとかアプリではね矢部君も、おお立ち方やった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 生贄にした甲斐があったな。あとはちょっと骨を使いながらいきますか。普通のね碇守君、守君だよね。これはもういいでしょう。あとガチャ引いてれば適当に出てくると思うんで、あと骨を使っていきますか。あれここら辺なんだっけ。あ、かおりちゃんか。1、2、3、4と。登場、よし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 、いいねいいね。やっぱりね今ミキサーするのいいっすね。3個か。おやつ3個、おやつ3個で初のぶっこんで、おやつ3個に初のぶっこんで、どうせだったらな、ライゴーも、そうそうライゴーもね悩んだんだよね、どうしようかなって。結局使ったことないし、精神的支柱が多分そんなに成功率高くないし、微妙なねところではあるんだけど、一応取ってあるといえば取ってある。うーん、水鳥もねもう今となってはあんまり使わないんだよね。武田くんはねやっぱりあのダンジョン要員でかなり使えるんで、ダンジョン要員もねちょっと考えておかなきゃいけないんで。デスッスとかはねまた別バージョンがね出る可能性がかなり高いんで、アプリではあるから、プラゴになってるんで来たらすぐ込みますと。スバルもねわりかしいっぱいあるんですよね。そうだね、そうするとじゃあどうしよっか。ちょっと悩むんだけど、やりたいねここだけ、これだけあるから。初のまずぶっ込むとして、アフロイカでもいらないっちゃいらないんだよねもう。そうだね、ライゴをぶっ込むか。じゃあ、あ、そう、カリンちゃんね何気にプラゴだったわ。だからここに3枚あるんだけど、まあ一応彼女キャラなんで取っておきましょう。よし、ライゴと初のぶっ込みますというわけで、まずはロックを解除しましょう。こう勝手にロックがかかるシステム本当にめんどくさいっちゃめんどくさい、まあ、いいか悪いかって言われたらね、まあやっぱり間違えてぶっこんじゃうのを防
防ぐにはいいんだけど、そう、能見さんとかね、俺まだゼロだからね。どこだ、雷号はわりかし、大体上の方にね、ロック解除して、初のも解除して、よーし、こう。で、あとね、PSR のミキサーも1回できるから、それもやって、今回は終わりかな。まあ、ガチャ動画にしては結構長くなっちゃったね。まあ、しょうがないんだけどさ。よし、行くぜ。骨。ライゴ。ちなみにライゴはね、あの、タンガチャで出た。タンガチャでね、手に入れたんすよね。まあでも、さよなら。君たちは生贄になってくれ。おお、日野。よしよしよし。日野くんも試合経験点ボーナスがね、45でつくんで。さて、じゃあ PSR をいきますか。PSR はね、まず普通の嵐丸一生、あ、無視か。解除してくるの忘れた。で、守くんもいいでしょう。で、ハリソンもいいでしょう。この1、2、3、六本木もいいでしょう。もうこの際。で、堀杉くんも、まあ、いらないっちゃいらないけどね。まあ、せっかく堀杉くんはプライオンまで育てたんで。須藤がね、どうなのかね。まあ、ちょっとあんまり使ったことないからね、印象が薄いのかもしれないけど、まあ、使ってみたら強かったっていうのはね、あるからね。なので、1、2、3。1、2、3、4、5か。これでいこう、まあ、六本木にするか三本松にするか悩むところはあるけど、まあ、三本松はね一応固有持ちなんで。よーし、じゃあここでミスターかけちゃいます。 PSR 六本木に嵐丸に、ムシカに、大西くんに、マモルくん、さあ行け。登場。あれ、登場って45になると何が解放するの？やっぱりね、その50になってね、解放される旨味っていうのが欲しいっすよね。登場くん50で、あ、練習効果アップ10か。もともと練習効果アップ5ついてるからね、そんなにでも爆発的に強くなる感じではないのか。というような感じになりました。そう、葵ちゃんね、野球マン1号プライオンまで来てるんで、あともう少しですね。で、せっちゃんはね、もうプラゴンになって、堀杉くんはね、まあプライオンのままですね。まあ限定キャラなんでしょうがないんですが、あと鎌狩りね、やっぱり鍛えたいよね。というようなところですね。自分の PSR はそんなにね、質は良くないかな、中身的には。あと、これだっていうね、この PSR キャラを持ってないんで、まあ、そこがね、まあしょうがないところではありますけれども、じゃあ以上のような感じになりました。ちょっとね、ガチャ動画にしては長くなっちゃいましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。